を指揮した、ユダヤ人の革命指導者、ナーシー、救世主を自称した。バル国馬は、ヤコブ族の子、シモンベンコスイバとして、生を受けた。彼は131年に、エルサレムが、アエリア・カピトリナとして、再開発されるという計画を知り、同志を率いて、ローマ帝国に対して放棄、ユダヤの独立を宣言した。当時のユダヤ教のラビの最高指導者と言われていた、 ラビアキバは、シモンのカリスマに打たれ、彼を聖書が予言した、ユダヤの救世主であると宣伝した。これを受けて、ユダヤ教の聖職者たちは、全面的に彼を支援することとなった。アキバはシモンにバル国バという名前を与えた。これは、民数二24章17節の、ヤコブから一つの星が出るという句を踏まえたものである。ユダヤ人から、 メシアの地位を承認されたバル国馬は、ユダヤ国の大公に即位し、ラビアキバの補佐の元ローマの支配下にあったユダヤを奪還。エルサレムで2年半の間全ユダヤを統治した。その間エルサレム統治をアピールする貨幣を発行した。しかし、ローマ帝国は、エジプトやブリタニアなど遠方からも、軍隊を呼び寄せ反撃を開始、ユダヤ国の支配地域は次々とローマ帝国に、 再征服されていった。最終的に135年ウェルサレムは陥落。バル国馬は、要塞を築いていたベタルへ撤退し、抵抗を続けたが、ここも陥落し、反乱は終結した。バル国馬は戦死。ラビアキバは処刑された。多くの高官たちが死刑となった。カッシウスディオによると、この反乱で58万人のユダヤ人が命を落としたという。 ユダヤ国滅亡の後、エルサレムは予定通りローマ風の都市として再開発され、ユダヤ人は4世紀までエルサレムへの立ち入りを禁止された。またユダヤ国滅亡の後、ユダヤ人はバル国馬をホラフキと罵るようになり、疑瞞の子を意味するバルコゼバと呼んで揶揄した。また戦争の際キリスト教徒が彼をメシアとして認めなかったため、 ユダヤ教とキリスト教の分離がさらに進んだ。ありがとうございます。